映画館では今日も新作映画が公開されている。一体誰が映画を見張るのか、一体誰が映画をウォッチするのか。映画ウォッチ超人シネマンディアス歌丸が今立ち上がる。その名も週刊映画辞表ムービーウォッチメン。 What did he see? What did he feel? Which movie will the Cineman Diaz review about?さあ、ここから夜11時までは映画評論コーナー、週刊映画辞表ムービーウォッチメンです。今劇場で公開されている最新映画を映画ウォッチ超人ことシネマンディアス歌丸がウキウキウォッチング、その監視結果を報告するという映画評論コーナーでございます。今夜扱うのは先週ムービーガチャマシーンを回して決まったこの映画、グランドブダペストホテル。ライフアクアティック、ファンタスティックミスターフォックス、ムーンライズキングダムなどなど、独特の美意識にあふれる映像センスで知られるウェス・アンダーソン監督の最新作。かつて栄えた格式高い高級ホテルで働くコンシェルジュと、彼を慕うベルボーイが繰り広げるファンタジックなドタバタ冒険活劇。すいません、出演はレイフ・ファインズ、エイドリアン・ブロディ、ウィレム・デフォー、ジュード・ロー、ジェフ・ゴールドブラムなどといった豪華キャストでございます。はい、ということで、グランドブダペストホテル、まあ、非常に評価も高いですし、ウェス・アンダーソンの中でも、特にムーンライズ・キングダムあたりから普通にヒットするっていう、こう、空気になってきてますけども、世界的に大ヒットしている作品、日本でもすっごい人入ってましたけど、これはですね、意外なことにメールの量は、普通よりちょっと少なめということで、あらららら、どうなってるんでしょうか、ウェス・アンダーソン。基本的には褒めている人多い。しかし、2割から3割の人は否定的な意見も聞かれた。褒めている人の主な意見は、絵本のような世界とテンポの良さで画面を見ているだけでうっとりする。おとぎ話のようなファンタジックな話の中で、戦争にまつわるメッセージがドスンと効いている、など、ウェス・アンダーソン監督の最高傑作という声も多かった。否定的な意見としては、そもそも世界観が合わないので乗れないという人から、これウェス・アンダーソンに関してはもうこうなるともうしょうがないですな。キャラクターに感情移入できないので最後のメッセージもピンと来なかったといったようなものが多かった。これも多分ウェス・アンダーソン資質と関係ある気もしますね。はい、ということで代表的なとこをご紹介しましょう。ラジオネーム、吹き坊さん。グランドブダペストホテルウォッチしました。ウェス・アンダーソン監督の過去作から一貫した色彩豊かなファンタジーな作風と、入れ子構造のバランスが見事に調和して素晴らしい出来の作品でした。そのため舞台のブダペストホテルの存在も怪しいほどリアリティの境界が曖昧もことしている。周りがそうであることで一つの史実の残酷さが際立ち重さを帯びる。それを多くを語らず過剰に叙情的になるでもなく、同じシーンの違いで淡々と見せる演出は圧倒的に正しい。また私的には、ほんわかのんびりした印象が強かった同監督作でしたが、羊を追う展開や、雪上のチェイスはテンポよく面白い上にギョッとするシーンもあって大満足。それらのシーンで大活躍する、ウィリアム・デフォーの怪演が光っていました。アメリカで大ヒットしているのも大いに納得の作品でした。ウェス・アンダーソン監督作でベストですというね、絶賛メールでございます。一方こんな方もいらっしゃいます。沖田さん、今回のグランドブダペストホテル、世評も高く、リスナーメールも高評価、多数かと思います。しかし自分はこのグランドブダペストホテル全然合いませんでした。ダメな映画ではなく嫌いな映画です。現時点で今年のワースト確定です。すごいな、数少ないであろう否定派として苦言を呈させていただきます。断っておくと、自分はウェス・アンダーソン作品は全て見ているわけではないものの、見ている作品は本当に少なんですと。ライフアクアティック、ファンタスティック、ミスターフォックス、ムーンライズキングダム、単に面白い映画というのではなく、本当にかけがえのない愛おしい作品になってしまうのがウェスのと、そんぐらい好きなんだと。特にライフアクアティックは生涯ベスト級に自分にとって大事な映画です。僕も実はウェス・アンダーソンの中で一本何か持ってけって言われたらライフアクアティックかもしれないですね。はい、なぜウェス作品が様々な人にとってかけがえのない映画となりうのか。それは世間で評されるような作り込まれた映像美の他にもう一つ決定的な要因があるからだと自分は思います。それは登場人物たちが抱える正しくなさについて語っているところです。ウェス作品では毎回主人公たちが何かしら人としてダメな部分や世間的に見れば間違っている何かを抱えており、そこに対する独特の優しい目線があればこそウェス映画にこれ以上ないほどの愛おしさを感じてしまうのです。あ、だからね、僕もこの方も言ってますけど、僕最近正しくなさも含んだみたいなのがね、ちょっと僕の中でも結構大きなテーマになりつつありまして、当然次の今自分が作ってるものにいっぱい入ってくるんかなと思ってるんですけど、しかし今回のグランドブダペストホテルは、主人公グスタフとゼロが後ろめたさを持たない完全な善玉キャラであり、それに対して明確な悪役というものを設定してしまっています。そのため正しい人が正しいことをやって、その結果正しかったというご立派ですねとしか言いようのない図式的な話になってしまっているように思うのです。自分はその部分に全然乗れませんでしたし、説教臭さすら感じてしまいましたと、いうことでございます。
少なくとも自分にとってはウェス監督の一番の良さが存分に出ている作品とは言えないと思います。自分は監督がこれを作った上で次回どう来るかに期待といった感じです。断っておくとジェットコースター映画として割り切って見ている分には楽しめる映画だとは思います、ということでございます。はい、ありがとうございます。なるほどね、まあ、確かにそうか、言われてみるとそういう面で後退したように感じられる面もあるか。なるほどね、はい、こういうのやっぱ人の意見聞くと面白いですよね。はい、ということでムービーウォッチメン、ね、あの先ほどのちょろっとオープニングトークからの続きという感じで行かせていただきたいと思います。なんだかんだで3回見てしまいました。はい、っていうのはなんかいつも以上にねスピードと情報量が多くて、もう3回最初はもうなんかあれよあれよでね、なんだったんだぐらいの感じだったんで、はい、ということでまずね、まあ、ちょっとウェス・アンダーソンやるの初めて最初ですからね、ウェス・アンダーソン論的なところというかね、ざっくりやらないといけない、すごい大きなところから話させてくださいね。およそ映画というものがですね、まあ、その映画の中で描こうとする世界観がいわゆるその例えばリアルね、リアル方向であるかどうかに関わらず映画っていうものを そもそもおよそですね、そもそも元々は現実世界においてはバラバラに存在しているいろんな要素をつなぎ合わせ重ね合わせ、例えば、何でもいいですよ、ある人物がこうなんかこう何かこう一定の空間を例えば移動しているように見えるますけど、それは別個の時間に別個の場所にあるものを、撮ったものをつなぎ合わせてその一定の空間を走っているように見せているのだと、いうことですね。その空間そのものではなく、そのつなぎ合わせてその映画の中にしかない、我々映画を見た我々の頭にしか生じない空間というのを生じさせる、例えば一個走ってる場面とかを撮ってみてもですね、つまりその一つながりのフィルムになった時、一個一個は別々の事象だったものを、というかもともと存在しなかったものを含めてですね、映画用に衣装を作ったり美術を作ったりセットを作ったりで、それがつなぎ合わさった時に一つながりの何かになった時、初めて立ち上がってくるその作品の中にしか事実上存在しないある世界みたいなものを作り上げると、これがまあ映画というものがまあその構造的に持っているそういうもんなんだということだとするならば、そしてそれをまあ総合的にまとめ上げる役割、まあ一個一個は全くバラバラのものをまとめ上げて一つの世界にまとめ上げる、作り上げる、それがとりあえず映画におけるまあ監督と呼ばれる人の役目であるとするならば、目下そのね、このウェス・アンダーソンという人ほど最も分かりやすく映画監督という仕事ぶり、映画監督っていうのはこういう仕事をしてるんですよっていうのが分かる仕事をしてる人もいないんじゃないかと、同じ話を取ってこうはならんだろうっていう、ウェス・アンダーソンが撮った作品にはウェス・アンダーソンのもともと頭にしかなかった何かというのがこう出来上がってるというかね、という意味で非常に分かりやすく出てる。何せどの作品でもいいですよ、ウェス・アンダーソン監督作品、どの作品のどの場面でもいいですよ、どの作品のどの場面を取り上げてもしばらく見てれば、知らずにね取り上げてランダムに上げてこう見てると、あ、これウェス・アンダーソンでしょ、これすぐ分かるという、少なくともちょっとでも彼の映画を見たことある人なら分かる、あるいは全く映画に詳しくないウェス・アンダーソンなんて名前知らない人でもウェス・アンダーソンの映画何個か見せれば明らかに共通するいくつかの要素を指摘するから、この人ってこういう映画ばっかり撮ってる人だねって、こう何も知らない人でも、もうバカでもわかるという作品でございます。でそれが何なのかっていうのはですね、あまりにもちょっと多くの人に語られ尽くされすぎてるし、っていうかさっきから言ってるけど、とにかく見れば誰でもわかる特徴を持った人なので、いちいち言うのがちょっと恥ずかしいんですが、とはいえ、一種の義務として、その作家性みたいなものをわかりやすく言葉にしていくとですね、まあ、とにかく、まあ、すごく平たく言えば、まあ、細部まで徹底した画面作りってことですね。こだわり抜いた画面作り。例えば、まあ、もはやトレードマークと言っていいでしょう。左右対称です。シンメトリックな画面構成。まあ、もちろんそのシンメトリックな画面構成やる人他にもいます。もう、多分もともとはこれキューブリックの影響なわけですね。スタンリー・キューブリックの影響。なんでしょうし、他の作家でも例えば、サム・メンデスさんとかはあんまそういう印象ないかもしれないけど、サム・メンデスはすごくシメントリックな構造を多用する監督なんだけど、キューブリックとかと比べて、キューブリックもかなり変質強敵だけど、と比べてもちょっとウェス・アンダーソンのそれは同行してるというか、映画全体の中でシンメトリックな絵の方が圧倒的に多いっていう、ちょっと、まあ、一言言うと病気、ほとんど病的なレベルに達する、その、この人潔癖症なんだろうなっていう、思う感じのままで、その左右がシンメトリックな画面構成が徹底されてたりとか、
あるいはですね、まあ、今回なんか特に多かったですけど、例えば、こう、いわゆるパンですね、カメラを左右に振る、それがこう90度直角にガッて、しかもこう素早くカッてこう動くパンとかですね、あるいはま、これは後で言う理由によって今回のグランドブダペストホテルには出てきませんけど、まあ、やっぱりこう、大体、ウエス・アンダーソントレードマークって言うと大体言及される横移動のグーとカメラが横移動してそれを、プラスのそれを例えばスローモーションで捉えてたりとかまあそういうような、とにかく縦か横の直線的なまあ要は直角っていうかですねさっきのその左右対称と考えると非常にセットなんですけど左右対称の画面が、縦とか横とかに動くという、そういう活発に動くカメラというのがある、つまりですねそのさっき言ったようなそのシンメトリカルな構図のこだわりみたいのは、これ普通絵画的な美学というかですね、映画だとその、なんていうんですかね、スタティックになっちゃうっていうか、なんかあんまり映画的じゃない方向の美学になりがちな美意識なんだけど、ウェス・アンダーソンの場合はですね、これがちゃんとその、映画的な動きの快楽と直結してるわけですよ。その、要するに左右対称のものが、横に動いたり縦に動いたりするという、それがまたその、あ、ウェス・アンダーソンボーイっていう映画になっているという、ことですね。で、もちろんさっきね、画面作りというのはそのカメラのその作り方、というのは例えば色とか質感に至るまで凝りに凝った美術とか衣装、ということですね。まあもういちいち上げてなんないどれがどうとかは。とにかく要するに、ものすごく雑雑かつ、でもトータルではこういう風に表現するのが一番、それは一番的確だろうという言い方をさせてください。もう、バカっぽい言い方です。すいません。おしゃれです。とにかく、すべてが常に超オシャレという。ね、バカっぽいかもしんないけど、だって一番正確に表してるだろ、これは。ユリーカはそういう表現はしないかもしれないけど、オシャレなんだよ。で、ちなみにですね、その、まさにそのユリーカの話をと思うんだけど、今回のグランドブダペストホテルに、仮面を出演されている、60年代の、レストランのね、要するにその、ジュードローがね、話聞いてる、ところありますよね。レストランのシーンで、後ろの方にいる人、一瞬ま、映る人、まあ、ちょっとだけ単体でも映るんですけど、アジア人っぽい人映るの覚えてませんかね。あれ、ウェス・アンダーソンの現実、この現実、実際にも友人でもあるという、野村くんいちさんという、これは日本だと、まあ、ファッションディレクターみたいな、さだまゆみさん、女優さだまゆみさんの旦那さん、結婚された方として有名な、まあ、イケメンでね、で、ウェス・アンダーソンと友人でね、もうこの、仮面写真してるのが野村くんいちさんという、これ記事見た瞬間に、一瞬死のうかなっていう選択肢が、脳に浮かんだわけですけど、それはユリーカ、これいろんなね、いろんな記事出てる中で、このユリーカの野村さんのインタビューがものすごい面白くて、っていうのはやっぱその、ウェス・アンダーソン個人とも知り合い、友達だから、しかもそれがあれですよ、ソフィア・コッポラに東京に友達行くから相手してあげてっていう。ね。ロマン・コッポラっていう、コッポラの息子さんかなと一緒にずいぶん仕事されてますけど。でですね、自宅がね、そもそも、ウェス・アンダーソンの自宅が、これ野村さんこう言ってます。自宅自体が、全部が彼の映画みたいにシンメトリーになってるんだって。で、エビアンとかが全部等間隔に置いてあるんだって。で、細長い家なんだけど真ん中に卓球台が置いてあるっていう、もう、とにかく、ね、そういう美意識をとにかく実生活でも徹底させてるような人だと。あるいはそのファッションのこだわりについても、これ野村さんインタビュー。ファンタスティックミスターフォックス。これ見た方だったらすごい印象に残ってる主人公の狐が着てるコーデュロイのスーツ。あれ見た人だったら、あ、星かわいいと思うんだけど、コーデュロイの、うね？コーデュロイのうねの細さ。ファッション関係者もビビる細かさで指定してるっていうその見本をね、はい、ということでございます。で、自分も同じスーツを同じに仕立てている。っていうか、自分がいつも仕立てている同じ仕立て屋と同じスーツを、同じ形のスーツを着せてるってことなんですね。実際そのウェス・アンダーソン自身は同じ型のスーツを同じ仕立て屋で何着も何着も色違いで作ってるという。で、これっていうのはね、ウェス・アンダーソン映画いっぱい見てる人だったら、ロイヤル・テネンバームス、の中でさ、チャスっていうあれですよ、あいつがさ、同じ服をいっぱい持ってる、同じネクタイをブザーッと持ってるっていうその描写にもつながる。ちなみにこれ元は多分ね、ザ・フライのジェフ・ゴールドブラムが演じてる博士がさ、その同じ服を何着も持ってて、服考えるのめんどくさいからっていうのは、ジェフ・ゴールドブラム大好きだからっていう、そのウェス・アンダーソンは。で、例えばその今回のジェフ・ゴールドブラムの役名、コバックっていうんですけど、これジェフ・ゴールドブラムはですね、アーニー・コバックっていうコメディアンの電気映画に80年出てるんですね。多分こっから来てる。コバック。とか、あとその、ね、皆さんみんな大好き、ライフアクアティックのラスト、全員こうやって並んで歩く、燃える、あるエンディングあるじゃないですか。あれは、ゴールドブラム、ゴールドブラム、ライフアクアティックも出てますけど、ゴールドブラムの、バカルーバンザイっていう映画が撮っていますよ、なんてこと言ってるんで。はい。だから、フライつながりでロイヤルテネンバンブス、
もしかしたら彼のそのウェス・アンダーソンの美意識みたいなのができた可能性あります。僕もだってあれ憧れだもんね、同じ服、あのちなみに同い年です、ウェス・アンダーソン僕と、はい、みたいなのがある。まあ、とにかくそういう独自のまあおしゃれなというか世界観、美意識を持ってる人で、でですね、本質的にそれはですね、あのウェス・アンダーソンにとって憧れっていうのは現れなんだろうなっていうのは僕の見方です。っていうのはまあこの人まあテキサス出身でだったりするので、例えば実際に描いてるもの、例えばそのテキサスの風土とはちょっと違うものだったりするわけですよ。まああの最初のハッピーモーテルっていうのぐらいで、あとは例えばその、天才マックスの世界は自分が入ってたその私立高校のがモデルになってるから、ちょっとその現実のアメリカ感とかからするとちょっと、乖離してる。あるいはロイヤルテネンバームス。まあ、この二つはすごくこう、なんていうんですかね、プレッピー的な、世界観。プレッピー的なそのおしゃれさというかさ、あの、かっちりしたその、ある種の伝統を受け継いだ感みたいなものがあって、で、まあ、それは実際のところその2000年代以降のファッショントレンド、今にも繋がっていく世界的なファッショントレンドともシンクロしていくもんなんだけど、そういうプレッピー的なそのあれとかっていうのは、要するに本来の彼の元々のその風土にあったものとはまた違うもの。だから憧れるし、あるいはまあ、わかりやすければ今回のグランドブダペストホテルのその、ヨーロッパっていうもの。ですよね。で、本当のそういうさ、古き良きヨーロッパみたいなのを本当に自分で体現してるっていう人っていうのは、あの、映画人で言えば、あの、マジ貴族の、あの、ビスコンティとかですよね。おめえマジ貴族だろっていう、そういうんじゃないわけですよ。だから僕の考えた、全部が、要するにこういうことです。僕の考えた理想の何々なわけですよ。だからそういう、魅力的な箱庭的世界観を、この作り上げたいという妄念が、執念が、あるという。それはだから自分のものじゃないという憧れが強いからなんじゃないかっていう見方ができるわけですね。で、そうやって作られたその強固に作り上げられたそのフィクショナルな世界観というのがあるんだけど、でも同時にその中で、先ほどメールにもありましたけどね、その中でこそリアルに息づくキャラクターたちの魅力っていうのがもちろん大きかったりすると。自分自身、彼自身言ってますけど、まず興味深いキャラクターを作って、で、そっからストーリーっていうのはそっから構築していくタイプだと、いうふうに言ってると。なので、まあ、今回の実はだからグランド、ブダペストホテルは、それと通じます。先ほどのね、メールのその否定意見とちょっと通じるところあるんだけど、今回ちょっと例外なんですよね。例外として基本的にはあんまり直線的な、説明しやすい明快なストーリー展開はしていかない作品が多いですね。で、まあ、その先ほどおっしゃられてるのは、まあ、正しくなさを抱えた、登場人物たち、を優しく見つめる。特に、あの、我の強いおっさんと利発な若者。どっちにしてもエキセントリックな、まあ、二人っていう、まあ、ちょっと世間から浮いてる二人の、年の差友情ものっていうか、それが結構多いなというかね。で、その年の差友情を築いてる二人が、疑似的な家族。あの、ロイヤルテネンバームスみたいに、もともと家族であっても、最終的にもう一回こう家族を作り直すみたいな、疑似的な家族を再構成していく話みたいなものを、まあ、今回含めて繰り返し語っていると言ってもいいかもしれない。と思います。まあ、今回のその、ミックスタフ氏と、ゼロというね、あの二人の年の差友情っていうのも、まあ、最終的には疑似的な家族を構成していく感じかもしれない。で、まあ、実際その天才マックスの世界以来、まあ、ずっとね、出てるビル・マーレー、まあ、年は相当差あると思いますけど、ビル・マーレーとのウェス・アンダーソンの関係自体が実際そんな感じなんだろうなっていうふうにも想像できるし、ちょっと浮かった見方かもしれないけど、この年は離れてても、ちゃんと通じることが、友情は成立するんだっていうのは、僕はね、このウェス・アンダーソンと映画史そのものとの幸福な距離感みたいなものっていうふうにも感じます。はい。毎回その過去のその様々な映画に対するオマージュがふんだんに、使われているんだけど、それがなんていうのかな。ちゃんとそれが自分の好きなものと折り合いがついてるっていうか、俺は全然友達だし、みたいな。うん。なんかその、過去にあった偉いものとして置くオマージュ感とちょっと違うんですよね。はい。ということでですね、まあ、今回のグランドブダペストホテルもですね、基本的にはまあ、その、ウェス・アンダーソンのもう、明白すぎる作家性っていうのは、ま、基本的に延長線上にある最新進化系と言えるわけですけど、まあ現在ね、これ、それだけま、普通趣味性が高い作品であればですね、普通はやっぱこの、いわゆるミニシアター系というか、要は映画好きは好きだけども、みたいなね、ことに人になりがち。実際そのライフアクアティックが工業的にま、こけたというか、その、制作費回収できないみたいな感じになった時点ではそういう方向、ね、で終わりかねないところだったんですけど、なんかムーンライズキングダムあたり、多分ね、ファンタスティックミスターフォックスで子供たちを味方につけたの大きいのかなと思うんですよね。ムーンライズキングダムの、メイキングで、ボーイスカウトの子供たちロケしてるところで、子供がこう、
撮影終わってファンタスティックミスターフォックス好きですみたいな感じで握手求めまくってて大人気で、だからそういう、のはあるかもしれないですけど、で、まあ普通に大ヒットする流れがだんだんできてきて、特に今回はそのもう決定打的な感じですね。要は今までウェス・アンダーソン知らなかった人も面白いじゃん、普通、いわゆる普通に面白い映画になってると。で、で、まあ、これは一つにはまずインタビューで本人が認めてる通り、これまで自分が作ってきた映画には話の筋がない。一方で、まあ、今回のグランドブダペストホテルには筋があるっていう。今回は筋があるっていうね。胸を張っていっているという。より正確に言うとこういうことだと思います。比較的直線的に進むストーリーがあるということでね。明快なストーリーがあるということ。ね、僕もなんかそのグランドブダペストホテルまだ見る前は、勝手に、要はタイトルから、いわゆるグランドホテル形式、まあ、群像劇、いろんな、ね、登場人物がこう均等に扱われるグランドホテル形式かと思って想像してたんで、まあ、そうじゃなくて、大雑把に言えば、無実の罪をかけられて、囚われた男が脱出して真犯人を追っていくっていう、もう王道の活劇ですよね。活劇って言ったのは要するにこれやっぱちょっと昔感っていうのはね、あるんですけど、まあでもこれ以上シンプルな、ザ王道活劇という、ストーリーだと。で、その僕が今言ったような、王道活劇を描く1930年代の部分は、当時の映画と同じ、まあ言っちゃえばほとんど正方形に近い形、アカデミー比っていうんですね、1.37 対1という比率の、スクリーンサイズで捉えている、まあ、頭から順に説明すると、要するに今回の映画の特徴として、その時代によってそのいわゆるスクリーンサイズが変えられていると、最初現代とおぼしき、これなんで現代ってわかるかっていうと、そのまあ墓場なんですけど、で現代の共産圏とおぼしき書いてある字が、まあその共産、あれロシア字だし、そこにパンクスみたいな少年が佇んでいる、あとまあそこの出てくるその文学少女みたいなのの胸になんかこう缶バッジが並べられて、ああなんか現代の格好だなっていう感じがわかる、現代の墓地で、そこに国民的な、作家っていう、まあ、その作家を忍ぶ少女っていうのがいて、でそこから1985年、その作家が生きてる時、トム・ウィルキンソンが演じてますけど、まあ、そこまでは要するに 1.85 対1っていう、まあ、比較的こうなんていうんですかね、我々が見慣れているサイズってことに、まあ、監督は説明してますけど、でそこから、一瞬だけ、さっき言ったアカデミー比、割と 正方形に近いから、要するに昔の映画館ってことで、ものすごい大雑把に言うならば、舞台は1930年代なんだけど、最初に出てくるところだけはもっと前に行くっていうか、ジョルジュ・メリエス風っていうかさ、ジョルジュ・メリエスのかき割りでちょっとかつてのホテルの映画出て、そこからまた、いかにそれがしゃびれちゃったかっていうのをバンって示すんで、1968年、なんで、まあ、その頃は、多かったシネマスコープ、要するに横長ですね、 2.35 対1、シネマスコープの横長の画面になって、それで、その作家が劇中のゼロに話を聞いて、このあの小説を書いたんだという、まあ、要するに、入れ子的な多重構造になっていると。ちなみにこの60年代の場面は、まあ、構図もそうだし、インテリア、例えば後の1930年代の、床と違う、なんか絨毯というか、柄になったりして、それが、まあ、いかにも60年代風で、ここはやっぱ、それでそうシンメトリックな絵とか出てくると、あ、キューブリックっぽいってやっぱね。ちょっとシャイニングですよね。要するに、錆びれたホテルで、なんていうとさ。はい。まあ、それはいいんですけど。で、この多層構造。まあ、すでに存在する本なり何なりの形式の中で物語を語るっていうのは、まあ、ウェス・アンダーソンおなじみの構造ではあるんですけど、今回はそこに、そのオープニングでも話したような、その、ステファン・ツバイクさんというね、作家のイズムがちょっと重ねられていると。まあ、例えばその現在と過去が繋がっていくオープニング、僕が今ちょっと、並べて説明したそのオープニングは、最初にそのウェス・アンダーソンがツバイクという作家を知るに至ったという、その、心の焦燥っていう、まあ、町山さんも紹介してましたけど、心の焦燥からインスパイア、心の焦燥のオープニングからインスパイアされてるオープニング、みたいなことがあって、まあ、とにかくそのツバイクイズムが重ねられることで、その多層構想の味わいが増しているっていうのが、まあ、今回の結構肝じゃないかなというふうに思ってます。要するにただのなんていうか気が利いてるよねっていうだけの構造じゃないと、まあ、とにかくそのメインの活劇パートっていうのは限りなく正方形の画面で、やられていると。でですね、今回の特徴として、今までのウェス・アンダーソンの映画とちょっと違う今回の特徴として、おそらくこの正方形に限りなく近い、そのアカデミー比の、まあ、スタンダードサイズの、さらにその縦が長いやつっていうのかな、この画面の形が要請するものでもあったんだろうけど、プラスそのツバイクが活動した1930年代40年代っていうのを舞台にすることで、つまりその時代の映画の語り口っていうのをダブ、ウェス・アンダーソンなりに、まあ、再現しようとした結果ですね、今まで以上に展開がスピーディーになった、要するに画面が非常にタイトなことから来る、要請されるあれとして、物語の展開が非常にスピーディーである、それはさっき言ったで、プラスそれはさっき言った通り、ツバイクさんね、なんだっけ、ステファン・ツバイクさんという作家自身の
心がけている語り口、テンポを良くする、余計なものをなくするという語り口とも一致するという。今回とにかく語り口がものすごい早い。省略するとこは省略してポン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 っていく、ものすごい早い。で、例えばですね、いつもやっているその横長のシネマスコープ的な画面でこそ生きる横移動スローモーションみたいのは、まあ舞台になる年代の映画の感じともずれてしまうし、要するに当時そんなスローモーションなんか使いませんから、ともずれちゃうし、なおかつ画面とも合わないんで、それは使っていないと。で、その代わり、その正方形な、まあいわゆるタイトな画面ですね。非常にタイトな画面内で、いつものその横のパンですね。そのカットを横に動かす。それが、いつも以上に心なしかいつもより早い横のパン、シャープな、チャキっていうのに加えて、今回縦上下の動きもすごいバッとこう、やると。あるいは、前後奥へ奥へと進んでったりとか、手前にぐーっとこう迫ってきたりとか、前後の動きも加わって、要はもういつも以上にカメラがものすごい元気よく動くと。で、その上でそのタイトな画面にふさわしく、そうですね、その時代感にふさわしく言うならば、フリッツラング風の、フリッツラングも亡命者ですけどね、亡命して映画撮ってた人、フリッツラング風の異常なまでに、もう今の感覚で言うとちょっと異常なまでにキビキビしてる。早すぎるっていうぐらい、話し運びに徹していると。で、例えばその、ウィレム・デフォー演じるね、まあ、殺し屋というか、探偵ですよね。探偵って名乗ってる殺し屋みたいなさ。あと、あの、たたずまいとか、あの、彼が出てくる場面の、こう、影を、こうね、強調したあれとかが、まあ、すごくフリッツ・ラングのスリラーっぽい、存在感だし。あと、まあ、その美術館の追跡シーンは、まあ、これ、あの、ウェス・アンダーソンインタビューで、あの、ヒチコックの引き裂かれたカーテン。映画自体は70年代ね、ですけど、まあ、まんまやってるんだけどねって言ってるんだけど、まあ、いずれにせよ、まあ、ヒッチコックだってサイレント映画出身の人ですから、要はサイレント映画、出身監督ならではのタイトな語りっていうか、っていうのに徹底されていたりとか。プラス、今、サイレントって言いましたけど、セリフの応酬も、それこそそのエルストリビッチとかの、まあ、スクリューボールコメディ。まあ、スクリューボールコメディってのは変人コメディだからさ、変人コメディって言ったら、そのもうウェス・アンダーソンはもう変人コメディなわけですよ、いつも撮ってんのは。変人コメディの、まあ、その、なんていうんですかね、もう、名手というね、名手中の名手、そのエルストリビッチばりのセリフの応酬も加わるわけですから。つまりその、早い話運びに早いセリフの応酬で、これ大林信彦監督も指摘しますけど、昔の映画っていうのはイメージと皆さん違うと思います。とにかく全てが早いんだと。で、それに加えて、ウェス・アンダーソンの、これは現代的な部分でしょうけど、画面にこれでもかとばかりに詰め込まれた情報量ですよね。というのがあるので、まあ、とにかく、昔のそのいい映画のスピード感、足す現代の情報量みたいなんで、もう、とてつもないことになってると。で、特にまあ、その、それが曲に達するのは、僕はやっぱあの、ロープウェイからね、こう登って、山頂にその修道院があってっていうこの追跡劇。まあ、それずっとバックの音楽がこうずっと続いて流れてるんだけど、場面の展開に完全にシンクロして、修道院に入るとそのね、あの小説のまま、わかります?音楽の流れのまま修道のコーラ、院のコーラスが加わってみたいな。それでだんだんこうドライブしていくこの展開。で、その挙句にですね、あのファンタスティックミスターフォックス以来の、ミニチュア使いというかですね、あのストップモーションアニメの手法も使って、まあ、超楽しいスキーチェイスへとこう流れていく。この辺りでもうその興奮は最高潮になる。これまあ言っちゃえばものすごい作り物っぽくわざわざ見せてるわけだけど、さっきから言ってるようにウェス・アンダーソンっていうのは映画内の世界っていうのが徹底して構築されてるから荒唐無稽な展開なんだけど、この映画の中では手に汗握るリアリティをちゃんと持っているという、でそれこそが映画っていうもんだってことですよね。要するにその映画の中のリアルの水準っていうのはそれぞれ違うものだということなんですよね。はい。ということで、まあ、あのウェス・アンダーソン作品が、まあ、すでにもう完成の域にとっくの向かいに達してたわけですから、ある意味エンターテインメント作品としてのこうちょっと、進化というのを見せているというのが、まあ、今回の作品だと思います。まあ、それゆえに多分今までのああいうその正しくなさを抱えた主人公のうじうじみたいな話じゃない分、物足りなさを感じる人が出てくるということなのかなとも思いますが、はい。でですね、まあ、ともあれですね、まあ、その今言ったようなお話部分っていうのは、そのウェス・アンダーソンの映画の中ではもう15% ぐらいの話で、あとはもう細部を味わい尽くしてこそなのでね、これはしかも画面を見ていただかないことにはなんとも、でも例えばですね、その、ロビーボーイ、ね、その若い、その、まあ、中東から来たというのかな、まあ、難民ですよね、の、若者ゼロというのが、まあ、最初その髭を自分で描いてるわけですね、髭をね。それはなんでかっていうと、そのグスタフに、憧れてるわけですね、大人に憧れてるわけです。で、こう、髭を描いてるんだけど、その髭が物語のどの段階で消えるのか。こんなあたりをね、味わい尽くしていただきたい。これは言い換えれば、グスタフと彼の力関係、友情関係がどう変化していくかということでもあるんだけど、これはぜひこういうところにも注目していただきたいし、あと僕としては実は毎回ですね、ウェス・アンダーソン映画、結構、
銃が印象的なんです、毎回。毎回、それこそ、ハッピーモーテルでキングコブラっていうね、銀色のキングコブラ出てきて以来、結構ね、前のね、ファンタスティックミスターフォックスのルガーのね、8インチなんかも良かったなと思うんですけど、今回ね、やっぱりエドラン・ブロディがね、まあ、要は彼はナチスの、まあ、党員にもうなっちゃってる感じなのかな、そのね、あれで、わざわざアンクルホルスターからですね、ワルサーの PPK を出してですね、しかもそれをガチャッとスライドを一旦引いてからですね、ボンってやるっていうね、くだりなんかもたまらんものがあるということでございますね。はい。で、まあそんな細部にね、その豊かさに、がすごくこういろんな味わい尽くせるその箱庭的世界っていうのが、まあさっき言ったように、オープニングで話したツバイクさんっていうその作家の現実、まあ、前日のその世界史の歴史、言っちゃえば人類の暗黒史みたいなものと重なって、ちょっと今回は違った重みを持っているというあたり、味噌じゃないかと思います。そもそも、ウェス・アンダーソンにとってですね、その、聖地に作られた箱庭世界っていうのは、彼にとって現実と対抗する手段だったに違いないと思うわけです。つまり、例えば、テキサスっていう、その僕らがイメージするテキサス的な風土に対する、自分の憧れる世界を構築するんだという意思であったりとか。で、それが、まあ、今回、その例えばツバイクさんという作家を知ることで、彼は結局敗北してしまうんだけど、人類の暗黒史っていうのに対して、いや人類には理性、ヨーロッパ的な理性の理想の世界があるんだっていう、そのツバイクさんのそのまあ思想であり生き方であり悲劇っていうのと重ね合わせたんじゃないかと、でそれっていうのはまあでもツバイクさんがそう言ってるんだっていうのは、まあ非常に理想主義的かもしれないし、そもそも失われたっていうのはそもそも一度も存在し得なかったものかもしれない、幻かもしれないんだけど、でもその幻であったとしても、これ映画に置き換えてもいいんですよ。映画なんか存在しないわけですから、存在しない幻であったとしても、それをこれ劇中の言葉で言うなら、マーベラスグレイスって言い方してたんです。字幕では見事にって言ってたけど、要するに驚くほど優雅に保ってみせた、幻かもしれないけど驚くほど優雅に保ってみせたグスタフ氏は、そして自分はそれを受け継いだと、それはゼロは言う、でそれが作家に受け継がれ、そしてその作家が書いた本を読む現代の少女に受け継がれと、幻かもしれないけどそのことにこそ、つまりラストの少女っていうのはウェス・アンダーソン自身であり我々であるわけですけど、幻を優雅にマーベラス・グレイスに、受け継いでいくことこそ、現在未来へとつながっていく希望がある、そこにかけるんだと、作り手作家とでありその映画作家であり小説家で何でものを表現するって言ったのは、まあ、それにかけてるんだと、いう話だということなんですよね。なので最後のツバイクのクレジットは少女の後に来るからゲヒョーンと来るという、ゲホンというのはすみません、涙が出る音です、すみません、涙が出る擬音でございましたけど、はい、ということで大事だと思いますんでね、はい、なんてことを踏まえてみるとよろしいんじゃないでしょうか。はい、ウェス・アンダーソン作品ね、ちょっとこの時間で扱うにはね、今までやるの初めて、本当は個々の作品のあれがどうだこれだどうだってやりたかったんですけどね、また次の作品の機会に、撮っておきたいと思っております。最高ですと思います。ぜひこの映画劇場でウォッチしてください。来週扱う作品を決めるムービーガチャ CM の後。